須田これ管轄外さないよ。絶対外さないです。行きましょう。え、ちょっと待って、ちょっと待って。せーの、せーの、お疲れです。今日は冬月全部のお店の、はい、ナンバーワンを、はい、まあ、僕ら経営側としては知ってないとダメだよねっていう、はい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 、そこで、まあ、前店のナンバーワンのテストって言いたいんですけど、はい、それやるともう25とかいっちゃうんで、はい、じゃあ直営だけでの前提のナンバーワン言えるかっていうチェックですね。9月度のナンバーワン9月度のナンバーワン言えるか。あ、まあ確かにこれ外したらやばいよね。これ外したらもう失礼だよね。ナンバーとして失礼ですね。だしもう僕らも経営側としてアンテナ張れてないことになっちゃう。全問正解したいと思います。これはもう当たって当たり前ですね。行きましょう。じゃあまずは冬月ディゾンから。わかりますよ。じゃあちょっと待ってくださいね。9月は、モンスターズがあったり甘やかさなくていいです。常にチェックしてないとダメなんです。ちょっと待ってね。僕はもう当然全部分かってますから。クマプロだろうが。全部頭入ってますよ。OK です。決めました。いきますか。いきましょう。せーの。星野海くん。月リゾン、9月度ナンバーワン、星野海です。うおー、何を見とるんすか。あ、さ、1ヶ月ずれてたか。僕は全問当てれますよ。次行きましょう。トントン行きましょう。次行きます。次はじゃあその朝の部の冬月デュオ行きましょうか。行っていいんですか。違うんですよ。ど忘れしてるんですよ。行きましょうか。ちょマジでど忘れしてるんですよ。うわあ。ちょっと待って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 。行きましょう。ちょっとトントン行かないと思う。ちょっと待って待って待って。タイマー過ぎてますよ。わかりました。行きますか。せーの、レイヤー。小読みくん。冬月デュオ、9月度、ナンバーワン。レイヤー。知らぬいあかりさんです。違うやん。え、小読みくんって、いる？小読みくんって、いなかったですけど。小読みさんという方は、デュオではちょっと見当たらないです。新しい店立ち上げてます。いや、やばいぞ。行くぞ、知らぬいあかりさん、9月19日誕生日なので、多分バースデーが。あー、そういうことね。あかりちゃんね。ガリちゃんですか。まあ、ただ俺の方が今1ポイントリード。確かに。行きましょう。次行きましょう。クロエ。ちょっと待ってください。クロエ結構強いからね、みんな。ん？ちょっと待ってよ。まあ決まりました。決まりました。せーの。岩田ひろみくん。クロエ9月のナンバーワン。星崎五層。よっしゃー。1対1。マジか、1対1か。オミってなんかナンバーワンのイメージ強いんですよね。はい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 。2、3ヶ月に1回ナンバーワンなってるイメージなんですよね。爪が甘いですね。ちょっと先入観やられましたね。まあでも1対1なんで。はい、次行きましょう。次リング。ちょっと待ってください。 OK です。これ管轄外し出したらもういよいよやばい、ね、いよいよやばいですね。これ動画からクレーム来ちゃうよ。これ来ちゃいますね。でも大丈夫です。さすがに大丈夫。行きましょう。管轄外すはない。せーの、リズム。音速の週リング。9月のナンバーワン、音速のシュウさんです。うわあれ、さすがにね。リズムじゃなかった。いや、僅差だったんですけど。あ、そっか、僅差だったのか。はい、買ってましたね。確かにそうだったな。イベントだったわ、そういえば忘れてた。次行きましょう。続いては朝のブリングセカンド。ちょっと待ってね。あー、オッケー。さすがこれ管轄外さないよ。絶対外さないです。行きましょう。せーの、エイタ。リングセカンド、9月のナンバーワン、エイトさんです。よし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 。次行きましょう。続いてユース。オッケー、行きましょう。せーの、ウサギ。ユース9月度ナンバーワン、桐山瀬名さんです。瀬名くんだよ、そういえば。あの桐山瀬名くんね。うん、はい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 、知ってますよ。確かに佐伯くんってあのビジュアル系みたいなことですよね。そうそうそう、はいはいはい、次行きますか。はい、続いて3対2継続中。冬月大阪。ちょっと待ってね。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、9月度めちゃくちゃむずいんですけど。9月度、いや、僕大阪弱いんですよね。9月度ね、行きましょう。せーの、相沢翔。冬月大阪、9月のナンバーワン、朝比奈歩さんです。歩むか。なんて言いました。かなめくん。相沢翔はやばいでしょ。かなめさんは2位です。あ、かなめくん2位か。惜しいな。相沢翔はまあまあ惜しい。絶対動画見てると思う。見てたらコメントお願いします。続いて冬月ブラック。はい、冬月ブラックか。
え誰だっけな、先月冬月ブラック行きますか。はい、せーの、渚くん冬月ブラック9月のナンバーワン月神テリアさんです。あ、月神くんいたな。あ、そっか、まだ移動前か、だからか。3対2継続中っすよ。やばいなぁ。では続いて冬月ホワイト、はい、簡単やね。簡単っす。せーの、ラン王子冬月ホワイト9月のナンバーワン。ラン王子でしょ。南区大阪さんです。あれ、だってイベントでイベント買ってまくったんすか。そうそう、南くんは確か3327万とかだよね。あいつすごいっすね。そうだよ、力あるな。しかもみなみで3327っていう売り上げ上げたの。みなみで、すごくない？すごいっすね、語呂合わせまでして。売り上げいくらって言ったら3000みなみでした。すごいっすね。じゃあ翔くんと蘭王子をまくったんすね、あのイベント以降。そうすごいすごい。じゃあ3対3 3対3で、お、いいね、いい勝負、いい勝負っすね。冬月カルマ。カルマか、先月のカルマ、どっちだろう。オッケー、一旦オッケー。待って待って待って、え、まあどっちかだよね。行きましょう、せーので行きましょう。行きましょう、せーの、イブキユウスケ。ウィツカルマ9月のナンバーワン長門さんです。え、誰って言いました。イブキユウスケ。イブキユウスケナンバーいくつや、いくつですか、スケさん。はい、入ってますそもそも、入ってない。ちょっとこれは入れ。まあまあまあ、アイデアもいい。え、これまくったね、43。あ、43だ、43だ、43か。おっしゃー、来た。え、ほんとっすか。まだ残すところ5店舗です。続いてディープ。簡単だな、多分これ。オッケー、せーの、サイバー。アスカ。え、そうなの。引っかかったな。ディープ9月度引っかかったわ。ナンバーワンアスカくんだ。サイバーレオさんです。あああれ8月度です。あ、そっか。うわ、これはやばいんじゃない。さすがにこれは放送事故だよこれ。俺とサイバーの絆は深いんで。5対3になりましたね。次行きましょう。続いて P2。 9月の P2、 え、9月の P2 マジでむずい。行こう。 P2、 そう、入れ替わってるんですよね。入れ替わってるね、最近。そうですよね、不動みたいな感じではないんで。行きましょう、せーの、ハルマ。サスケ。 P2 9月のナンバーワンサスケさんです。ちょっと後出しだけど、まあありとしますか。5対4。やっぱ強えな、サスケ。ちなみにサスケ男前なんすよ、かっこいいあいつは。次行きましょう。続いて冬月ショコラ。これ簡単ね。これはもうなんかね、行きましょう、せーの、みなとかなえ。冬月ショコラ9月のナンバーワンみなとかなえさんです。マジで強いですからね、彼は。かなえが一線切ることないんでね。次行きましょう。続いて冬月パーティー。オッケーでしょ。え、ちょっと待ってください。自分のとか言わないですよね、先生。言わないです、言わないです。まさきくんはナンバー外れてます、ね、外れてますよね。行きましょう、準備できます。あー、分かった、分かりました。せーの、シオン。冬月パーティー9月度ナンバーワン九条シオンさんです。オッケー。最終問題、これ2倍ですよね。オッケー。2倍。冬月 JP001 です。うわ、どっちだろう。あ、決めました、決めました。せーの、姫まさき。冬月 JP001。 まさき入ってるんですか。あ、そっか、9月ナンバーワンは、はい、姫のすばる。あー、そうだ、逆転勝ち。やべー、確かにそうだ、自分で言ってたのにナンバー抜けてるって。確かに確かに、ナンバー抜けてる。リシャール入れてたもん、なんか抜け取るやん。ナンバー入ってねえのに1000ナンバーとか上げてただけか。いやー、でもいい戦いだったね。いい戦いでしたね、うん、ほぼ全問正解ということでね。ただ俺がディープのナンバーワン外したの大問題。あれは大問題だね。大問題ですね。でもみんな力あるメンバーが多いから、もうほんと間違えてもおかしくないっていう、ね、そうなんですよね。これあとね、ナンバーワンが入れ替わる店って俺いいお店だと思ってる。確かに確かに、やっぱな。あとナンバーワンじゃないとやっぱね、名前覚えられづらいよね。確かにね、うん、ということで俺らもほぼ全問正解ということで。ほぼではないですけどね、うん、7割ぐらい正解できました。7割ぐらい超えましたね。ということで、まあ、また僕の勝ちということで。でもこれ半数当ててる人一緒に当ててたら結構すごいよね、多分。半分当ててたら冬月狂いだと思います、うんうん、というわけでホスカイでした。